うん、そっか。あとやっぱり表紙かっこいいのはボドムスオデッセイ。オデッセイってブレネついてませんでした？ついてます。なんかこれ見たら安かったんで。状態っすね、はい、状態っすね。いや、これはでもね、大体ちょっと最近少し落ち着いてきたのかな。そうなんです。はい、一時期なんか高かったんですね。あ、そうですね。で、なんか復刻版が出たんですね。あ、そう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 。それが出ると、はい、少し落ち着く傾向があったりとかしますね。あれ、安くなってる。はい。昔は多分もうちょっと高かったです。はいはい。はい、とか、まあ、こういうものとか。僕、オデッセイとか持ってたんですよ。これも持ってたんですね。こっちのやつも。はい。柳ジョージがね、亡くなられて。亡くなりましたね。亡くなられた人ばっかりですよね。本当に、まあ、僕ペールベンファイルズの、はい、オープニングすごい好きだったんで。かっこいいっすね。めちゃくちゃかっこいいっすよね、あれ。すごい痺れて、これ。結構最高っすね。あ、血のなんとかってやつだっけな。最高。